はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はね、180度に開脚できるようになるストレッチの3日目となります。3日目っていうのはね、少し体がね硬くなってると思いますんで、今日はね少々時間をかけながらゆっくりストレッチをやってもらえたらと思います。では行きましょう。はい、まずですね、足を軽く広げます。これしっかりね、まず股関節からいきましょう。足の裏でバイバイする感じでね、こういう感じで股関節まず動かします。ゆっくり行きましょう。しっかりね、これ10日間頑張ってストレッチしてもらったら、タートルみたいにね、こういう感じで、こういう感じでね、足広げれるようになりますんで、頑張っていきましょう。今度はね、膝を曲げて、こういう感じで、これ少しね、痛いと思うんですけども、ゆっくり、時間かけていきましょう。だいたいね、1個のストレッチを、まあ、15秒ぐらいですかね、それぐらいずつやっていきます。はい、今度は片足伸ばして、片足だけで内ももがね床につく感じで股関節をしっかり回していきましょう。この時に体がね、こう一緒に体がこうついていかない方がいいです。肩がねこうついていかない方がいいです。できるだけ股関節だけを動かしてください。はい、反対です。これ少しね痛いと思うんですけども、あんま無理しないようにね、痛いと思ったら体を少しだけ肩を入れて股関節を動かしましょう。ストレッチってね、やっぱり体が硬い日柔らかい日ありますし、柔らかい時間硬い時間っていうのもありますんで、前回ねできたところまでいけるかって言ったらそうでもなかったりします。例えばね、体が弱くって、反対、今度はね外に行きましょう。体が弱くってね、180度行く時もあれば、無理して180度行っちゃうと次の時はね、まあ、130度ぐらいしか行かないとかね、ああいうのをね経てね、180度いつも行くようになりますんで、反対、まあ硬い日柔らかい日、まあせっかくストレッチしてるのにね、また硬い日が来て、ああ硬くなってるわって嫌にならずにね、少しずつ地道にストレッチをしましょう。足がねしっかり柔らかい人は太くなりにくいですし、ましてやむくみ改善とかもねかなりいいんで、柔らかくて損はないと思います。なのでゆっくりね一緒にストレッチしてもらいたいと思います。で、今度は足取れて交互に体がねこうついていかないように、できるだけ足だけ左右に振りましょう。こういう感じでね、ゆっくりやりましょう。ゆっくりストレッチはね、力が入っちゃうともう硬くなって筋肉柔らかくならないんで、コツはリラックスすることで、痛いなって思った部分で力が抜けるかどうかでね、体が柔らかくなる人か柔らかくならない人か決まりますんで、できるだけ力が入らないように。はい、 OK。 今度足広げてね、今度は体を少しねひねりながら右左行きましょう。あんまり無理せず、こういう感じです。足はねもうフラットです。上げすぎず伸ばしすぎずでフラットにして、体をねしっかりストレッチはね、自分が伸びてる感覚を気づくのが大事なんで、もしかしたらタートルはこうやって動いてますけども、もしかしたらもうちょっと前の方が伸びるよっていう人もいると思いますし、もうちょっと後ろの方がね伸びるよって人もいると思います。自分がしっかりね伸ばせれる位置っていうのを見つけてストレッチをしてください。これで今ね股関節とももの裏のストレッチです。足の幅はね軽くでいいです。こういう感じ で今度はつま先を伸ばして同じようにいきましょう。交互に呼吸はね深い方ができるだけいいです。はい、つま先上げて、つま先上げるとねしっかりふくらはぎまで伸びますんで、しっかりふくらはぎ痩せにもね効果的です。はい、今度は体を回す感じでいきましょう。ぐるぐるっと回します。はい、反対、できるだけ低く
体をできるだけ低くして股関節を柔らかくしていきましょう。はい、反対いきます。こういう感じでしっかり低く。ストレッチはね、本当に、はい、反対、地道ですからね。コツコツとストレッチをして柔らかくしましょう。はい、OK。 はい、今度はね、右手は腰で、左手でつま先をめがけて5回タッチ。しっかりつま先上げてね。4、5、はい、反対、1、2、ももにね、力が入らないようにできるだけ力を抜いてください。4、5、この前行きます。1、2、前に体重を乗すときは少し体痛いと思うんで、手をね、ついてください。手でね、少し足にかかる体重を調節してもらって、痛いときは手でね、しっかり地面を押してください。こういう感じです。で、お腹が床につく感じでいきましょう。こういう感じです。 OK。で、今度はね、足の裏を合わせていきましょう。足の裏を合わせて、まだ足首はね、しっかり手前に寄せすぎず、少し前出して足振ります。これはね、さっきね、足をこういうやつでね、こういうやつで少し楽になってると思うんで、しっかりね、床につけてください。はい、今度しっかり引き寄せて、おへそが足につくように、できるだけさっきと一緒に手はこういう感じです。こういう感じでできるだけお尻が浮かないように。できるだけ体を上に伸ばしてね、上に伸ばして遠いところに行く感じです。はい、少し足を前に出して、これでいきましょう。この足をね、持って足にかかる体重調節してください。これでね、しっかり股関節とお尻が伸びます。ストレッチでもね、結構体が温まってきますので、運動が苦手な方はね、こういうストレッチからやってみるのもありです。こういう感じです。よっしゃ、 OK です。今度はこういう感じで、第2話でやったやつはね、足をこういう風にして広げたんですけども、こうやって今回はね、こういう女の子座りみたいな感じで、こういう感じです。こういう感じでね、体を右左、股関節をしっかり動かしましょう。こういう感じで体を左右に振りながら股関節のストレッチをしていきます。180度する場合はね、足を結局体と一緒に前に寝かさないといけないんで、股関節が前に寝ない人は絶対に180度いきません。例えばですけども、足がこうやって広げて、この足が前にこう寝ない人は絶対これ以上足広がらないんで、女性でね、足広げてる画像とかもちろん動画もあると思うんですけども、だいたい180度まで行ききらずに、だいたいこの160度ぐらいまでしか行かない人が多いんです。こっからのあと20度が結構難しくてですね、こっからあと20度っていうのは、本当にこうやって足を前に、足の甲を前にこう寝かせれないと体が前に行かないんですよね。こういう感じで、これが寝ない人はもうこういう風になっちゃうんで、絶対足の角度が150度から60度ぐらい、こういう感じになっちゃう。こういう感じで足つま先を上向いたまま、これがこうまず寝ないとダメです。体がまっすぐでもこういう風に足の甲を、股関節をこうやって回せれないと無理です。なのでこのね、しっかり女の子座りで
股関節が前に寝るようにやっていきます。はい、今度はこれでね、体を低くいきましょう。この時に股関節に力入る人は少しね、叩きながらやってもらったらいいと思います。低く体を回します。はい、反対、こういう感じで股関節、少しね股関節痛いと思うんですけども、頑張ってください。こういう感じで股関節をしっかり動かして、はい、 OK、 よっしゃ。はい、少し叩きましょう。力がね入っちゃうと次に行きませんから、力をしっかり抜いて叩きましょう。で、今のでね、少し股関節痛くなってると思うんで、さっきやったこれをね、少しやりましょう。前に。前に寝かせます。はい、反対。はい、OK。よっしゃ。今度はね、目いっぱい行きましょう。自分が広げれるだけ広げましょう。広げれるだけ広げて、で、ここで、少しね、体を体重前に押して、お尻を上げましょう。お尻を上げた時に、足首が前に行くように、体重前に押して。これでクックックッと。ちょっと見えにくいですかね。お尻をこうやって浮かせて、クックッと広げましょう、こうやって。痛い場合はしっかり前体重です。手にしっかり体重乗して、こうやって広げます。グッ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 と。はい、じゃあ痛いとこですけども、ここで、手の力をできるだけ抜いて、ふーっと止まりましょう。ふーっと息しっかり吐いて。はい、OK です。お疲れでした。今日はね、3日目ということで、少しね、硬くなってる日だと思うんで、しっかり長めにストレッチをやってみました。またね、4日目、次の日に乗せますんで、ぜひ参考にして、180度開脚できるようになりましょう。今日もご視聴ありがとうございました。